今から箱根の黒曜石を探します。こおー、今回畑塾の黒曜石の観察場所を2カ所見つけました。一つは寄木会館から徒歩で西に 1.2 キロ歩いたところにある比里の滝付近です。もう一つは寄木会館から徒歩で南に400メーター歩いたところにある弁天山清流公園の河原です。それではまず比里の滝に行ってみます。車は畑塾寄木海岸さんに停めさせていただきました。これから山に登ります。これが遊歩道の案内図です。で現在地ここです。ここから比里の滝目指して歩いていきます。これから遊歩道を登っていきます。結構な坂道だね。おじいちゃん大丈夫？おじいちゃんもう帰る？え、黒曜石見なくていいの？はい、行こう。なんか桜の絵が描いてるね。ここは桜の見えるビューポイントだと思います。右側を見ると秀樹くんが休憩してます。ちょっと休憩ね、休憩タイムです。はい、ここに分岐があります。右側と左側、左側に行くと比里の滝です。沢に出てきました。綺麗だな。じゃあ木製の橋を越えて進んでいきます。あ、なんだこれ、石がいっぱい積んであります。これよくさ、山の上登ったらこういうの積んであるよね。え、なんだって？これ、これアスファルトだよ。え、これが滝？違うかな。まだ上だよね。滝って書いてないよね。いや、まだまだ上。で、上行こう。なんかあった？あー、ちょっとなんかキラキラしてるね。石灰が入ってんだな。よし、行こう。ここからちょっとしんどそうだな。登っていこう。あ、滝がありました。ここが比里の滝です。ここを登って滝口まで行ってみます。ここに鎖場がありますので、ここを登ってきます。滝口まで登ってきました。下はこうなってます。滝の近くが土が黒いので、この辺に何かあるかもしれません。え、もう終わったの？どれ？え？おー、黒
ヒデック発見、黒曜石です。なんかある？あった。え、こんなところ落ちてんの？あー、そうだね、これも黒曜石ですね。あんまり綺麗じゃないけど、ハイデック2個目ゲット。ここ遊歩道沿いです。軽石だ。なんかありそうだな。あ、これも黒曜石です。黒曜石が遊歩道沿いに転がってます。もうなんかある？え、これとかなら。これ黒曜石じゃん。え、どれ貸して。よっ、あ、一部分に入ってんのね。全部じゃなくて、はい、これ、母岩に黒曜石が入ってます。すごーい。あった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 。多分これだよ。あ、多分これ黒曜石ですね。結構落ちてんな。あーこれも入ってる入ってる。黒曜石いっぱいあんな。え、それも？あ、そうだね、これも黒曜石だな。この辺いっぱい転がってます。すごい。多分これ黒曜石の露頭です。初めて見た。この辺ないのかな。なんかあるぞ。あ、これも多分黒曜石です。石は今日全部置いて帰ります。次は弁天山清流公園です。公園には無料駐車場がありますので車で行ってみます。弁天山清流公園に来ました。この赤い橋の下の砂防堰堤に黒曜石が落ちてるらしいんで、ちょっと見に行きます。行こう。おお。こっちこっちこっち、左。どこに落ちてるか分かんないからね、よく探して。もうちょっと待って。あ、ありました。1個発見。どれ？これ。あ、これも黒曜石じゃん。早速2個発見です。ここの砂防堰堤の下は危ないので、落ちないように気をつけてください。なんかソリチックなやつだった。ん、部分的に黒曜石が入ってるんですかね、ちょっと分かりません。ありました。うん、黒曜石ですね。え、あった？
おー、黒曜石じゃんこれ、すごい綺麗じゃんこれ、うん、こんなやつあるんだね。イエーイ、発見、イエーイ。これ黒曜石かな。あ、これ黒曜石ですね。発見です。はい、渡ってきました。この公園の上はマス釣り場です。こんな感じですね。ここで遊べます。この園庭の手前はちょっと深いので気をつけてください。はい、ここにもありました。これちょっと緑色っぽいですけども、これも黒曜石です。ここにもありました。こうやってんで、これとこれですね。黒曜石発見です。え、あった？ちょっと待って、よし。顔大事。え、どれ？何だこれ？顔か。さっきまで目があったんだけどなくなっちゃって固めちゃった。本当だ。なんか面白い、って顔してる。まあ、黒曜石探せよ。お前違うじゃんこれ。でも面白いね。はい。この面白い顔もいいけど、黒曜石探そうよ。ママはこんなもん作ってます。ここでの収穫です。これはママが見つけた黒曜石になり損ないです。おー、今ひでくんがまた1個見つけました。あ、そうだね、これ黒曜石だね。で、これがひでくんが見つけた、えへへーっと笑ってる石です。あとこれだな。あ、またあった。本当だ、次々に見つかってます。あとこれが一番黒曜石らしいですね。これ和田峠とか霧ヶ峰の黒曜石に比べてちょっと色がミルキーな感じですね。でもこれだけ見つかりました。楽しかったです。